はい、どうもこんにちは、染島です。今回は小説家になろうですとか格読むとかそういったところの小説投稿サイトに投稿する際の注意点ということでお話ししていきたいと思います。で、投稿時の注意点として大きく3つのポイントがあります。まず1つ目が投稿フォームに直接書かない、2つ目が開業する、3つ目が完結してから投稿するという、まあ、3つのポイントがありますので、それぞれ1つずつ解説していきたいと思います。ではまず1つ目、投稿フォームに直接書かないということなんですけれども、まあ、要するに投稿サイトの投稿フォームに直接書き込む形で執筆してはいけませんということです。で、なぜかと言いますと、これはデータ消失のリスクというものがあるからです。で、例えばパソコンのワードで文章を書いていた場合、うっかり保存せずに閉じるボタンを押してしまっても、まあ、一度セーフティーが働きますね。保存されていませんが閉じていいですかみたいな表示が出てくると思うんですけれども、投稿サイトの投稿フォームですと基本的にそういったものがありません。例えばその誤ってブラウザバックとか閉じるボタンを押してしまったら、もうそのまま消えてしまいます。まあ、かろうじて小説家になろうには自動バックアップ機能というものがありまして、間違えて閉じるボタンとかで消してしまっても自動的にデータが残るようになってるんですけれども、それでもまあオンライン上の執筆になってしまうので、万が一その通信エラーとかになった場合にそれが正しく機能するかどうかっていうのは若干疑問が残るところです。なのでやはり別のテキスト作成アプリっていうのを使って執筆するのが一番安全かなと思います。テキストアプリの場合でしたら操作も扱いやすい上に、投稿する際にはアプリで執筆したデータそのものっていうのがバックアップになりますんで、データ消失のリスクも大幅に軽くさせることができます。では2つ目、開業する。投稿する際ですね、地味に大事なのが文字と文字の間隔になります。で、これは特にライトノベルじゃなくて一般文芸から小説に触れた人だとありがちなんですけれども、一つの段落に開業せずみっちり文章を書き込んでしまうと読者の第一印象っていうのがあまりよろしくないです。パッと見で文章が多くて嫌だなと思われて敬遠される恐れっていうのがあります。なろうや格読むの読者層はですね、サクッと読める小説っていうのを求める場合が多いです。プロを目指さなくても一人でも多くの読者に読んでもらいたいなという意識があるんでしたら、一段落あたりの文章の密度っていうのは薄めにして、で、こまめに開業するように心がけるといいんじゃないかなと思います。で、大体一つの段落に平均2分から3分ぐらいっていうのが理想かなと思います。で、またですね、開業した時も開業した次の行からすぐ書くんじゃなくて、さらに開業して1行分開けるようにしてください。これは自分の体験談になるんですけれども、現在サークル内で掲載している小説ワールズエンド歌姫というのがあるんですけれども、そちら開業してもその後の行を開けないですぐに書いてました。するとですね、読者の感想の中から段落と段落の間1行開けた方がいいですよっていう意見をですね、まあ、複数いただくようになりまして、で、ただ直そうにもやっぱり長編なので、未だにちょっと手つかずで修正できない状態であります。っていうのもやっぱり分量がものすごいので、まあ、どうしても直すのが面倒になってしまうという状態なので、おそらくもうこのまま直さないんじゃないかなっていう気もするんですけれども、まあ、そんな感じでですね、特にあの長編の場合だと後から直すのが非常に面倒になってきます。で、最初から開業には注意して連載していくのが、やはりこういうこともあるんでいいのかなと思います。では3つ目、完結してから投稿ということで、これは個人のスタイルによるかもしれないんですけれども、自分としては先に一通り完結させてそれから投稿していくというのをお勧めしています。で、理由としましては、これはまず得たりの防止です。で、この得たるっていうのは未完のまま小説の更新が止まる、まあ、つまり永遠に完結しない、永遠っていうのがエターナルで、そこからそれがエタルの語源になってるんですけれども、まあ、永遠に完結しないという意味になっています。もう投稿時には完成していることになると、まあ得たりっていうのはよほどのことがない限り起こらなくなります。で、またですね、完結していれば事前に修正しやすいっていう利点があります。やはり一度投稿して公開してしまうと修正っていうのはやりにくいです。で、この修正のしにくさっていうのは機能的な部分っていうのもあるんですけれども、それよりも心理的な壁っていうのが大きいのかなというふうに感じます。で、先ほどの開業の経験談でもありましたように、あの公開後の修正っていうのが結構思った以上に面倒です。で、一度公開したら間違いなく読者が最低一人はいるわけ で、その修正する際にはもう修正前の部分っていうのを読んでくれた読者っていうのにも気を使わないといけなくなってきます。だから面倒くさがりな人ほど前もって完結させた方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということで最後のまとめです。
以上、投稿時の注意点についてのお話になりました。で、投稿自体はそんなに難しいことではないんですけれども、注意点知っておかないと地味に余計なストレスがかかったりしてきます。データが消えたなんてことが起きましたら、もはやストレスどころか挫折する可能性も人によってはあるんじゃないかなと思います。なので本当に余計な部分でストレスをかけてしまうのは非常にもったいないです。で、やはり僕としてはですね、皆さんにはなるべくストレスフリーで執筆を楽しんでほしいので、今回のポイントを押さえてですね、ぜひ快適的な執筆ライフというものを送ってください。ということで、今回のお話、本編以上になりまして、最後宣伝です。小説サークル世界分岐観測所というところで私活動しております。で、小説家になろうというサイトありまして、そこでサークルの小説を無料で掲載しています。で、あと個人的にはノートを開設しています。そちらの方で今回話した内容とかのテキスト版をアップしています。こちらすべてですね、概要欄に URL 掲載してますので、そちらから飛んでもらえればなと思います。最後になりますが、当チャンネルの登録、いいねもぜひよろしくお願いします。ということで、今日のお話は以上になります。ありがとうございました。